よし、待て。よし、ちょっと歌詞だけ先入れよう。よし、早行こう。リキはまだよ。ちょっと待てて。狭いんやけ。え、座れ。座れ。ちょ、待てよ。早行こう。はい、おはようございます。ゆりゆりです。いつもご視聴ありがとうございます。今日もね、優雅へ。来てますね。で、午前中はですね、ルルとネネね、入れました。で、午後からはですね、僕が家臣とリキっていう感じですね。で、まあね、最近優雅の時はだいたいもう家臣リキ入れるような感じにしていて、で、まあ、単独ルの時はですね、アスカでやってるような感じです。で、場合によってはですね、アスカも、まあ、有害で入れることもあるんですけど、メインは、まあ、家臣力かなっていうところですね。っていうのがね、僕、今季結構打って取ってるんで、うん、またね、この有害でね、僕が打って取るっていうのもね、なかなかね、あの、感じ悪い、というふうに思いますので、家臣力入れてね、もう、志垣の皆さんどうぞどうぞ打ってくださいという感じでね、やりたいなというふうに思って、家臣力入れてるっていうところですね。でね、今日はね、取ったら終わり。取ったらもう即終了っていう感じでね、いきたいと思いますね。はい、もうそんな感じで。もう午後だしね、あんまり引っ張ってもね、時間をして解体しないといけないし、そういうのもあるので、もう午後からもう取ったらもうそれで終わりっていう風な感じで勝手に僕が決めてますはい、こういう時はいいですよね。あの、先輩後輩関係ないんで、あの、瀬古がね俺が決めるみたいな感じでね、はい、やれますので、僕自身がですね、ここのポジションを取るまでね、ちょっとあの、年数かかりましたので、これからね、施工やろうというふうにね、考えてる、うちのね、若手の漁師いるんですけど、その方もですね、あの、ある意味ね、あの、僕を見習ってね、そこはね、ちょっと言いづらいなとかね、あると思うんですけどね、もう関係なしにね、俺が決めると、ね、そんな感じでリーダーシップを張ってね、やってほしいなと思いますね。まあ僕自身がね、まあ、リーダーシップ取れてるかどうかともかくね、まあ、瀬古がね、仕切らないといけないんで、はい。そんな感じでね、僕はあの勝手に仕切ってます。ふいよ。もうね、家臣力の場合はね、もうとにかくね、尾根歩き、ここが尾根ね、尾根。まあ、山登ってない人だと分かんないとは思うんですけど、まあ要は、山ってですね、遠くで見ると極端に言ったらこんな感じじゃないですか。ね。でも、近くに行くと、これの繰り返しなんですよ。これの繰り返しの、この平たいところ、これをね、尾根って言うんですけど、まあ登山道を除いてね、まあこういった尾根がね、一番歩きやすいんですよね。で、家臣力の場合は、まあ、こういったあの尾根伝いずっと歩いていって、で、より高いねポジションに取ってね、電波の配慮を良くして、で、今どこどこに向かってますよっていう風なね、指示を入れるね、情報を伝達するという感じですね。で、僕がね近ければまあ寄ってね行って取るっていう風な感じなんですけど、まあ大体は志垣の方任せでね、やるような感じでやってます。一方、そのアスカね、まあ、チグザもそうなるとは思うんですけど、アスカの場合は、とにかくその、ネアネアをね、ずっと回っていくような感じ、細かく回るような感じなんで、あんまりこんなにって喋れないんですけど、ここの辺りはすでにね、もう家臣2機がバーっと行ってるんで、まあ、いないだろうって前提でのね、話なので、こうやって、あの、話しながらできるんですけど、そこがまあ、
家臣力、そして、アスカ、まあ、これからはね、チグサとの、ね、まあ、違いになるんじゃないかなと思います。まあ、ですので、まあ、アスカとかの場合になると、どうしても僕がね、打つチャンスに恵まれることが多いんですよね。この間みたいにね、1番が打って取ることもあるんですけど、やっぱり僕が打つことが多い。なのでね、アスカの場合は、まあ、僕がね、単独料とかでね、山入れて、で、家臣力の場合はね、なかなか単独料できないんで、こうやってね、まあ、グループ料、巻き狩り、有害鳥獣駆除でね、まあ、頑張ってもらうっていう風な感じですね。家臣力、まあ、特に家臣なんですけどね、走り回るので、石垣の方がね、喜ぶんですよ。あの自分の近くに来なくてもダーって走ってね、いきなりワーンって焼き出すかもしれないし、先立ちしたイノシシがね、いきなりボーンって自分のところ来るかもしれないしっていうところで、結構かき回すんでね、そういう部分はいいとは思うんですけど、まあ、なかなかね、力はともかくね、家臣の返しがちょっと難しい。でなので家臣入れれる量場って限られてるんですよね。広いところでね、こう道路とかで囲われてるところでね、その山をぐる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 回れるところみたいな、そういうところが、まあ、望ましいんですよね。すごい大きい山だとそのままね、わけわかんないとこ飛んでいっちゃってさよならみたいなこともありますので、で石垣がねここにいて、向こう側で起こされて向こう飛ばされても全く意味がないじゃないですか。なのでこう石垣でね、しっかりこう囲えるところ、そういうのはまあ家臣とか力のね、まあ両側の選択の仕方になりますね。一方であのアスカだとね、そういったその囲えるところでこう囲っても回るのに結構時間かかるんで、そういうところであの不向きになるんですよね。大きいところでも大きい山の一部だけ回るみたいな、そんな感覚ですね。はい、まあ、もちろんアスカだって 500m とか 700m とかボーンって飛ぶこともあるんですけど、ただまあどんなに飛んでも大体30分以内には帰ってくるんで、同じね、猟犬、イノシシ、狩猟、有害鳥獣駆除でもね、猟犬によってね、大きくやり方がね、変わるっていうのはね、ご理解いただけたんじゃないかなと思います。家臣と力が一緒につるんでますね。もうすぐ石垣に行きますね。こうぐるーっと回ってる感じなんですよね。吠える声は聞こえない、スピーカーにしてもね、電波が悪くて音声が入らないというところですね。これ83歳さん、結構ドンピシャくるよ。起こしとうかどうかわからんけどね。起こしとうかどうかはわからんけど、結構ドンピシャよ。あー、音声入らんね。あ、いや、83歳さんのところからこれ5番の方に行きましたね。僕ね、あの今高いところにいるんで結構電波が入るんですよね。640m 離れてますね、僕からね。直線距離ですからね、640m。あ、一番近い石垣の人までも240-250m といったところでしょうかね。お、石垣の方に行ったよ。これ5番じゃないかな、5番の方に行ったと思うんですよね。あ、今音声取れましたけど、ちょっと取れたけど吠えてはないね。あ、イノシシを起こしたら無線が入ると思うんですよね。無線が全然入らないんで、まだイノシシ起こしてないんだろうな。今5番と重なったんですよね。ですけど鉄砲も鳴らないと、無線も入らないっていうことは、イノシシはついていないというところでしょう。もうそろそろ、要イノシシ起こすところ、よく寝てるところの寝屋に入るよ。もうそろそろこの GPS 上ですけどね、 GPS 上ですけど、もうそろそろいたら吠える声聞こえてもおかしくない。でここにいると向こうに抜けられるんで向こうに行きます。まあ、こんな感じでね、本当にアスカとかとね、
漁をするときっていうのは本当に違います、やり方がね。まあそのね、猟犬、猟芸、またね狩猟スタイル、要は単独猟なのかグループ猟なのかによってねまた変わるので、でこのチャンネルでは、そのね2つの両方をね、見れるね特殊なチャンネルですので、ね、このね、メインチャンネルとあとね、プライベートチャンネルね、両方ご視聴くださるとですね、より理解がね、深まりますので、ぜひねご視聴とチャンネル登録ね、よろしくお願いします。もし家臣と力が来るとしたらこっちから来るんですよね。なので、まあ、この辺からもうちょっと向こう行っとくか、ね、抜けられるとめんどくさいんで、でも今家臣力がいるところは結構いいとこなのよ、結構いいとこなのよね、ようここで起こすのよ。なのでそろそろ吠える声が聞こえてもいい頃なんですけどね、うん、大体この辺で起こすはずよ、家臣は。結構いいとこ入っとるよ、結構いいとこ入っとるけど吠えないか。でもあんまり動いてないんですよね。なので匂いがあってその辺探してるのかな。家臣と力は別々ですね、離れてますね。大体ここいるんですけどね、でここ大体が有害じゃないとやれないところなんで、なのでここに来たんですけどね。ふう、今日は家臣通過とかね、そういった情報の無線はいろいろ入るんですけど、起こしてはないですね。困ったね。今泣いたね。ちょっと自分が近いけど行きましょう。ちょっと竹が苔とおけ、なかなか前進めれんですね、うん、裏で起こした、自分しかあらんけ、裏で起こしました。ちょっと僕行きます。家臣、石垣の方向かってます。家臣と獅子やり合ってるのを聞いて、飼い犬がね吠えてますけどね、よかったですよ。僕ね、本当帰って撃たなくてよかったな。僕普段ね施工する時もね、石垣つく時もね、打たなくていいんですよ。
六番、おめでとう。おめでとう。すみません、ちょっと早いけど終わりましょうか。家臣がそこで起こして、僕行ってたら、僕ぐるーっと回ってね、石垣の方行って6番が打って取ったとのことです。はい、よかった。どっちでも家臣迎え行きます。最近はね、こんな僕はね、僕はこんな、もう取ったらもう終わり午前中は関係ないですよ。時間があればまた回ったりするけど、今から行って家臣話して、匂い取らない別のとこまで行って話してって考えたら、もう解体までセットなんでね、解体する時間がないんで終わります。あら、なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ、通りで獅子が少ないはずやん。了解。じゃあ今向かってます。つうかこれ何、これ、え、何があった、これずっとヤブだったんですよ。こりゃ獅子おらんわ。通りでなかなか出らんはずない。だから逆にこの尾根の向こう側にいたんですよね。ああ、それここいられないわ。でもわかるでしょ、これ極端だけど、こんなに綺麗にしたらイノシシ出ないんですよ。ああ、これはびっくりだ。これは山が変わってる。今までとは違う。なんじゃこりゃ。まあまあいいことですけどね。ここもう全く見えなかったのに。こんなになる？いや、これは見事。これは見事だ。どうしたんだろう、これ。業者が入ったのかな？これ見事よ。家の庭がぬた場になってるはい、お疲れです。はい、これ野草の里じゃないですか。よしよし、はい、あ、そうか、引っ張ったから噛まれんのやな。よしよし、ここすごいっすね、きれいに刈っとる。そりゃおらんよ。おお、てかやっぱここか、やっぱ尾根の向こうが刈ってないところしかやっぱおらんですよ。全然出なきゃおかしいなと思ったもん。